はい、ではやっていきましょう。ちょっと画面取り込みます。初戦の相手の方、ゆきさんですね。よろしくお願いしますと。講座は、ルビサワ講座は、まあ、12月やな。12月。やっていくか、じゃあ。オーラスの体験版の生放送、いや、やってないよ、あれ。あれだ、単純に、普通に、普通に実況で撮ったもん。はい、ではやっていきましょうか。どうしようかな。マンダ入れたいところであるんだよな、このパーティーって。なんだけれども、決めた。この3体でいく。メガメタグロス素早さ出力値クソ早いらしいね、あれね。始まったな、完全に。おっと、サンダーか。で、メガマンダが120万だから、あれって、ね、ほんまのネタ、ほんまの情報なんか知らんねんけど、俺わからんねんけどね。うん。まあここまでは想定の範囲内です。さあ次、熱風でゴリ押しとかも一番やったらあかんな、これ相手。最もしてはいけない選択をしてしまったようだな。愚かなやつだ。てか捨てたな、多分これ。サンダー捨ててきたってことは、あとのやつがよほどその都合がいいのか、それとも本当にもう受けきれないのか、このインドクインを。どちらかだろう。昨日の TS はもうガチで消しました、はい。ワイやろうか、OK。完全に完全に相手を読み切ってる俺。こいつでもレート1753ぐらいあってんけどな。完全に読み切ったな。ん、このダメージは弾だな。違うか。なんだろう、ハチマキでもないか。ガブガブが来ます。はい、波動を打ちますね。もう選出の時点で勝ってる、正直。この試合はもう選出の時点で勝ってますわ。いや、さすがにやっぱ弾はないよな。言うてもだって、ワローのね、ブッパブレバーで、そこそこやっぱ火力あるもんね。やっぱ、ランクスだと120だし、威力。ガブ、引っ込め、サンダーだな、多分。あ、アローか。なるほど、わかりました。では。あ、サンダー倒したな、確かに。いや、なんかもう常にさ、俺、なんだろう、自分が不利であるっていう想定をしてるからさ、敵サンダーがいるのかと思った。はい、今、ブレーバの反動とあとアクジェで倒せるだろう。おぉ！マジか。なかなかの威力を持ってやがる。だから残念だったな、マリルの耐久を舐めてもらって困る。はい、終了。
これでも怖えのがさ、まあ怖い、怖くもねえけど。俺はちょっとマリルイの悪事でもし倒せなかった場合、多分全抜きされる可能性があると読んで、とりあえずマンダを出しておく。念のため。マジ？耐えるやろでも。まさか。おお、か。なるほどな。こだわってんのか。まあでも普通に読んできてるとは思うけどね。これでもし倒せなかったらどうしよう。まあ多分いけると思うけどな。さすがに。え、マジ？耐えてくれ、頼む！あー、危ねえ。鉢巻きだな、鉢巻きってこだわりだな、スカーフだ。間違いなく。危なかったぜ。二度クイーンがまあ生き残ってるからこっちの勝ちですね。ぬるいなぁ。ぬるすぎる。まあ二度クイーンで勝ちだって、どのみちまあ二度クイーンで勝ってたけどね。うん、ぬるい。はっ、ぬるすぎや。レートもうすぐ1700だな。一応勝率こんな感じ今。前回のだって放送でレート1500切ってたもんね。うん、そう考えるとまあ上昇はしてるよね。ティー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 イエーイ。大好きなティレカトゥーカケオさんです。よろしくお願いします。ガバルドン、ローブシン、不思議花、ワイヤロー、スイ君、そしてドリスト、もうすぐスナッパーで来てくる可能性が非常に高いと言えるんじゃないか。まあしかしながらこちらにはマガルーナ、二度クイーン、ルカリオがいると。お前ら、俺がさ、そういうなんかキャラを演じると勝手にパクリって思うのやめろよ。これは俺のオリジナルキャラじゃん。さあどうしようかな。悩ましいねこれね。悩ましい、悩ましい。が、しかし、常に勝機はある。大丈夫。見ろ。人がゴミのようだ。これ戦法読めちゃったな。戦法読めちゃった。しかも俺はその戦法に対して有効なポケモンがいない。ルル、昨日の重大告知枠で、昨日、おとといでしょ、12月に、新宿で、ソロイベントを、やります。ほら、やっぱスイ君だ。かろうじて、まあ、対抗できる二度食い持っていったけど。わかんない。今回のがうまくいけば関西でもあるかもしれないけど、あ、ネット。てか、早いな、やっぱ、スイ君。耐えてくれよ。しかも、クソかてえな、おい。乱数で耐えてくれ、頼む。乱数で耐えてくれ！もう！
そこは耐えろよ、乱数でよ。クソバナかよ、もう、ザーもう。今ドンってなんなかった？いや俺じゃない俺じゃない。どうしよう、もうこれ無理だろう。負け確かな。耐えてくれ。おお。あ、ラッキー。これマンダで粘れるかもな。マンダで粘れる気がする。なんだ？電話出ていいか。もしもし。あ、どうしたの。あ、どうしたの。うん。え。あ、ゴーゴー、そう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 。ああ。いや、まだ何もないからな。おお。え？あんままだ見れてない。仕事しか行ってないのに。おお。どこに？あ、おろす。ちょっとでも今月来月時間ないかもしれんからな。帰ろう思ってんけど、ああ、ちょっと寝忙しい。え、うん、言うてる言うてる。うん。うん。で、また帰るわ。あ、うん。はい。はい。親父からやった。てかこれあれか、どの道宿歴で回復されるか意味ねえんだ。あー、クソやなほんまに。ゲームクソもないなお前。もうポケモンやめたら君。ねえ。
面白くないでしょ君、カカオ君やってでも、もうやめときだと思うよ君は。君だってそのパーティーで1700台でしょ。お前それが君の限界なんだよもう。確かにブーメランでした。はい、すいません、僕も確かにもうポケモンは限界だと思うんで、やめようわ、やめるわ。今日この試合でちょっと引退試合にします。じゃあ皆さん今までご出演ありがとうございました。さよなら。ちょ待てよこれ、こうやな。ポケモン売ろうもん。ゲームに引っ越そう。おい。